マクロンとカタール首長がエンバペと緊急会談をして引き止める模様 PSG のキリアン・エンバペはエマニュエル・マクロン、そしてカタール首長らとエリゼ通りで食事予定だ。マクロン大統領が毎回移籍止めようとするのくさ。である、行かせた方が自国の選手を伝説級の選手にすることができるのに、世界最高の FW を唯一止めれる男。たった一人のサッカー選手が2カ国動かしてるのエグすぎ。メッシはアルゼンチンに止められなくてよかった。マクロンが守りたいのはフランス財政とカタール資本。エンバペ、お前もう25なんだから自分の意思で移籍しろ。エンバペはもっと早くマドリーに来てたらメシロナレベルになれたかも。豆知識。ちなみに2022年、エンバペはマドリー移籍確実と見られていたが、バリ残留となった。その後、マクロンは取材で以下のように話していた。キリアン・エンバペが将来に関する最終的な決断を下す前に、私が彼と個人的に話をしたことは事実だ。完全に非公式な方法で彼にフランスに泊まるようにアドバイスをしただけだ。大統領として、この国を守るために、それが私の責任だと強く感じていた。非公式な方法って怖すぎるんだけど、www。そもそも、フットボールに政治が絡んでくるな。このタイミングでマドリーが獲得発表したらおもろいのに。エンバペは周りの環境が良くない。マクロン突破してもエンバペママいるの厳しいって。いつまでも PSG にいるのは危機感持った方がいい。個人に国家レベルの圧かかってるのくさ。マクロンはもはや一周回ってすき。